トーマスの箱、地流金六建設がお送りします。はい、さあそれではトーマスにもらった箱、これを開けてみることにいたしましょう。よいしょっと蓋を開けますと、おお、このメールが飛び出してまいりまして、ああこの曲はやっぱり今日朝からちょっと話題ですよね。There was a time when men were kind. I dreamed that love.まあ、映画見た人はね、はい、ここでまた涙がふーっとこう出てくるんですよ。これはレ・ミゼラブル、はい、映画のねサントラーです、はい、夢破れて、そういうことアン・ハサウェイ、はい、はい、歌ってます。もうお便りがさっき飛び出してまいりましたが、これも皆さん書いていらっしゃることは、まあ、分かると思いますけれどもね、ラジオネーム一時の橋のイベント主催者の苦悩を描いたミュージカル映画デミセトラブルデミセルトラブル、どんな話だ、はい、ねえ、この方ミュージカル映画興行収入41億7500万円達成と、ね、日本でのミュージカル映画でこういうような記録はこれは今までなかったらしい。でこれはまあ僕この映画をご紹介した時に言いましたけども、僕らの年代は映画でミュージカルが全盛時代だった、はい、サウンドミュージックもリアルタイムに、僕たちは後で追体験ではなくて、とかメリーポピンズとか、はい、マイフェアレディとか、ウエストサイドストーリーとか、そんなのがダーッと出てきて、名曲名曲、名作名作名作だ、はい、ところが、ここに来て、これ僕見たとき、ああ、よかった、久々映画でミュージカル見たって言いました。その見た映画が、今まで今挙げた映画よりも、興行成績はもっと上やったということです。うん、これなんとも嬉しいことでね、はい、はい、映画館でミュージカルを見るということをちょっと楽しみとして分かっている僕らの年代からすると、あ、やっと待って出てきたぞと、これが、ということなんですね。まあ日本も負けていられません。ミュージカル映画を作りましょう、劇団四季、とんでもない最もミュージカル映画にふさわしい人、その名は村西監督です。気持ちよかったら笛を吹いてください。というようなことで、なんかこう、笛なんかなんか、あと音楽が流れてくるやつ。すいません、夢破れっていうのバックにその話題、全くふさわしくない。そうですか？全くふさわしくない。笛を吹いてください。気持ちよければ。アンハサウェイ怒るで。そんな風に歌ってない。音を吹いてください。そんな訳詞じゃないですから。違いますか？違いますから。はい。はいはい、まあ、そういうことですね。で、さっきのデミセトラブルさんもそうですが、この方、春日井のレレレのミゼラブルさんから来てそれはどんな曲があるんですか？お出かけですか掃除をしていますバカボンのパパはどこへ。つぼさん、はい、朝、はい、こういうミュージカルでミゼが好きな人は今日聞いてください、お得な情報がありますよって言ったのはもしかしてこれですか？これじゃないです。これじゃないよね。勘違いしないでください。これじゃないよね。これではないです、はい、そんなことで行くような番組じゃないですよ、はい、こんなものは本当のまず梅雨払いです。梅雨払ってへんやん、あんた。ゴミばらまいてるだけやん、それは。この後すごい。この後本当にミュージカル不安の方はですね、はい、聞いてよかったな、というような、そういうコーナーが待っておりますよ。はい。